主要統計の発表でマーケットはどう動くをテーマに、株式投資の羅針盤を主催し、テクニカルアナリストでもあるピクシスリサーチ代表の清水陽介さんに今週発表の主要統計を読み解いていただきます。主要統計ぶった切りのコーナーです。清水さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは早速今週の主な経済指標の方ですね、こちらになりますが、注目ポイントをお願いいたします。そうですね、まあ、はい、今週もいろいろとまあありますし、はい、まあ、経済指標だけではなくてね、まあ、先ほどもちょっとこう話出てましたけれども、はい、FOMC だとか、はい、まあ、日銀の金融政策決定会合だといろいろあります、はい、で、まあ、ここを上から見ていただくと、まあ、貿易収支だの経常収支だの、それからまた最後にも貿易収支というのはユーロの出てますけれども、はい、まあ、このあたりですね、まあ、経常収支とかっていうのはなんだろうっていう話をこう今日はしようかなと思いましてですね、はいはい、まあ、注目されるのはアメリカの方の経常収支というところですね。これは10、12月期、去年の10、12月期 の、はい、まあ、経常収支というのが発表になるんですけれども、はい、まあ、そもそも経常収支っていうのはなんだという、そうですね、ね、まあ、はい、読んで字のごとく形状的に収支の収支なんですけどね、はいはい、そういったら身も蓋もないんですが、まあ、はい、まあ、一言で簡単に言いますと、要するにその会社じゃないですね、国ですね、はい、まあ、国が、まあ、その期間どれくらい儲かったか、要するに輸出と輸入という面で考えましょうという話なんですね、はいはい、ですから、まあ、輸入ということはお金が出ていくわけですね、はい、物が入ってきてお金が出ていきます、はいはい、輸出というのは逆に物が出ていってお金が入ってきます、はい、この差が経常収支ということなんですね、まあ、簡単に言いますと、はい、ですから、まあ、経常収支がこれが、まあ、アメリカの場合今ちょっと出てますでしょうかね、はい、前回が1103億ドルの赤字、はい、で今回が1140億ドルぐらい赤字になるんじゃないかという予想ですけども、まあ、強烈な赤字ですよね。そうですね、ですから、まあ、こういった面からすると、はい、アメリカの国自体は儲かってないんじゃないかなという感じにはなりますけどね。そうですね、まあ、ただアメリカの方でこう消費、輸入をして消費をしているということですから、はい、まあ、その中でお金が回っていますと、はい、で、まあ、アメリカの方のまあ国債などをこう外側の国が買ってきて、外国が買ってきてますと、はいはい、いうことですから、一応資金繰りはうまく回ってはいるんですが、まあ、これが赤字がずっと続くと、まあ、困るなということで、よく双子の赤字というふうに言われますよね。これは双子の赤字というのはまあ財政収支というのもあるんですけども、はい、まあ、そちらの方で要するに輸出入でどれくらい稼いで、その国内 の、まあ、付加価値をつけることによってどれくらい稼ぐかということなんですけども、はい、まあ、その辺りがやはり、まあ、問題となってくるということですけど、ただ今グラフがちょっと出たと思うんですけども、はい、このグラフをご覧いただいて分かると思うんですが、はい、まあ、徐々にですけれどもね、まあ、改善している、まあ、景気が悪くなると輸入が減るんで、はい、そのまま輸出だけ増えていれば、輸入が極端に減れば極端に減ることもあるんですね。これがちょうど2009年の2クォーターっていうのがちょっとこうプラスになってますけども、はい、そうですね、ちょっと上になってますけどね、はい、これもちょっとこう輸出と輸入のタイムギャップみたいな形で少しこう期間のずれですね、これなんかがちょっと出てくる可能性があるんで、こういう形になりますけども、はい、まあ、基本的にはアメリカというのはやはり経常収支は赤字ですね、はい、要するにその輸出よりも輸入して消費をしてしまうというところが非常に多いということになります、はい、まあ、これに関しまして逆なのが資本収支とかそういうのもあるんですけれども、まあ今日はとりあえずその経常収支という話 で、はい、でこの注意点ですけども、これ赤字が黒字になるかどうかというのはおそらくならない、はい、ならないんですか。はい、ならないですね。それで毎月のこう企業の輸出入などもこう出てますから、ある程度予測はできるというふうには考えてみていいと思うんですね。で、まあ経常黒字化というのは、まあもちろんそのなんつうんでしょうね、非常にまあ好ましいことではあるんですけれども、ただまあお金が回るという、世界的なお金が回るという観点からしますとですね、このアメリカのような国がまあ大きく赤字を、でもこの赤字の資本収支という面で、この逆にお金の出し入れの分ではまた逆にプラスになってきて、アメリカとすれば別にそんな今にも潰れてしまうとかそういうことはないわけなんですね。そこでプラマイゼロになるってことですね。ですから極端にこう積み上がってくるよりも、やはり傾向としてまあある程度一定の額で収まっているというところはいいというふうに見た方がいいと思います。はい、清水さんありがとうございました、はい、清水さん、株式ミニセミナーが行われるということなんですけども。そうですね、はい、3月の、ね、24日にですね、はい、24日に、はいはい、行われるんですが、はい、今ちょっと出てますけどね、そうですね、こちらの方の URL でご覧いただければ、はい、
詳細は出てます、はい、東銀座の、まあ、銀座1丁目なんですけどね、東銀座じゃないです、はい、銀座1丁目の方でちょっとやるんですけども、はい、まあ、もしあれでしたらメールアドレスなどもそこに出ておりますので、はい、メールをいただければ、と思います。はい、あと、ピクシスクラブの方もですね、会員を大募集ということ で、はい、ピクシスクラブ会員大募集ということで、はい、こちらですね、はい、はい、いろいろなこうメリットがありますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、ここでしかわからないこととかあります。ありますよね、いろいろ情報が詰まっているそうなのでぜひ皆様こちらクリックしてみてください。はい、それでは清水さん、今日もありがとうございました。一旦 CM です。